クラゲ、これはこのこのこれこれが聞こえる、はあ、モンスターだね、面白い、これこれ、お尻みたい、うん、え、それ取ったの、それもお尻の形だったの、ハートって言ってくださいだって欲しいんだけど、ハートですって、でも本当はお尻ですけど、あ、そうそうなの、私が取ったから、食べる時間が、でもアイス食べるの約束したでしょ、ね、もう食べたもんね、食べたんでしょ、でもそのまた今日の夜、夜っていうかアイスクリーム約束やそう、目ができちゃったけど、ママどこに座る、こっちからオーダーします、綺麗、めちゃくちゃ素敵です、ルイッサロのビラクーパっていう場所に、ここはお友達のサンナさんのお店です、綺麗だね、素敵な場所ですね、そうですね、このでサンナさんのお母さん、いつないからあんまりさ、じゃあ口紅早くつけなきゃ、口紅だけはつけなきゃ、ちょっと髪の毛をサンナさんね、サンナさんがお菓子を全部作ってるそうです、皆さん来てね、日本から来てください、確かにメールにスウェーデンの、ね、一緒に子供3人です、3人、それはなんか、なんかビジーと思います、ビジーです、もう大変です、彼女たちはスウェーデン語と英語と日本語、okay. お父さん、hey. アメリカンです、おはにね、ブラスーパーマリア、はい、ヤスコラがブラマッツゴッツ、今、hey.Hey, hey, 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 hey,それが変わりとスムーミンイゴール。いやー、無理だよね。じゃあ、ベムソン。やってろーりん。ベムハニセット。ムーミンバメルタマムーミンバメルタマ。あ、ホンバインってね。ハンバボッタ感じ。ホンバボッタ。ホンベーセルボッタ感じ。ハロンセット。ムーミンラルバラポキッチで。あー、ジョイヨヨヨディカデルバラ。まあ、ドゥトレッパで。Stinky som du älskar. Okay. Och mummi går till jul också. Jag har stinky till jul. Okej. Jag gillar snuffkin. Snuffkin mest? Prövej dig. Hej. You want milk with your coffee? Yes. Yeah, that's me. Hej.綺麗ですね、本当に。チーズ。チーズ。天国ですね。どうして？綺麗だったんだよ、この場所が。どうして天国が綺麗？どうして？ママまた太陽が来た。喋る。太陽また来たね。バルト海が目の前に広がってます、来た時ちょうど雨が降ってたんだけど、あっという間に晴れてもういいお天気です、本当に綺麗、急に暑くなってきてコロコロ変わるのは本当に北欧の天気ですね、これから泳ぎたいそうです、子供たち、アイスとかねケーキ食べたらいきなり元気になっちゃうんだよね子供は、ヤスコさんに行こうって言った、こっちにも席があるんだ、すごい素敵、ね、お水が怖いんだよねんちゃんはね、
わあ、綺麗。いらっしゃい。サンナ、こういう土に入れたら大丈夫。つくわよ。はあ。少しブルバダ畑作って。これ植えたら。はあ、これも、でもなくなった。うん、でも全部はない。身を残して頑張ったんですね。ね、ミス、ミス、ミスでもやってきました。うん、桜は私たちのね。もちろん、こちらの。私が70歳とトビーの記念に植樹したんですか。もう一回まだ噛んでないんですか。ヤスコちょっとこちらの森のとこで泊まって、とそっちからブルーベリー。あ、そう。変わんなければ。すごいですね。もうちょっと育っちゃってるから。あ、確かに。でもね、え、ギザギザ触んなければって、どこにギザギザあるんですか。葉っぱの周り。周りだけなんだ。ここ。はあ。それでもちょっとチュクッとはするけど。ですよね。周りだけだったのか。いつも手袋しっかりつけて撮ってました。何だっけ、水なんとかって何だっけ。水ぶくれじゃない、なんだっけ。やけど。水バレっていうのか。あの、めちゃくちゃ痛いですよね。そう。私のお友達の旦那さんなんか歩きながら食べてる人。口の中痛くないんですか。鉄分補給で。すごい。テーブルの上に花瓶に入れていたらとか言っちゃって。生で食べれるんだ。鱗ってこと、人魚の。すごいじゃん。可憐人魚。可憐人魚。公園に来ました。はい、シックラスル。あった、シックラス。うん。ちっちゃいミニチュアのお家があって、ここをすごい自転車みたいなのが焦げるそうです。めっちゃ楽しそう。本当だよ。ちっちゃい。赤信号は渡っちゃダメだね。かわいい。かわいいですね。子供のお家みたい。あった？15分3ユーロだって。ここでチケットを買います。 You know what this is? Yeah? What do you do in the red light? Stop. Yes, you can stop in the red light. 交通ルールを学んでます。 Yeah, then you can go. This means that there might be people going over the road. Yes? So when you're driving, you have to be careful to not drive over anybody. So you need to, somewhere to walk, then you need to stop. Yes, exactly. So have you seen this before? Red sign with like left and cross over it. And the blue one and white SS, that's you need to go park. Yes. This is a parking. Yeah. What is the triangle? The triangle means that you have in the, what is it, crossroads, you have to let everybody else go first and then it's your turn. So would you like a sticker on your right hand so you remember which one is right? There you go. And there you go. And there are instructions that will give you out cars. But what do the young one mean? The yellow one means that you have to like wait and see which one is coming. Okay? Thank you.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  Thank you very much. Thank you. あ、スティックもらった。ナイス。交通安全のルール覚えたね、これで。よし、これで乗れます。すごいね。ちゃんと勉強してから乗るんだね。本物みたい。教習所だ。
Yeah, I think this is good for you. Nice. Is it good? いってらっしゃい。気をつけてね。すごいお城みたいなのが。すごいこれは魅力的な公園だな。楽しいだろうな子供は。こっちはなんか動物がいる。みーちゃんあっちに連れて行こうかな。交通ルールは守れてますか？楽しそうだね。どれ？これは2台の車が一緒に並んで走っていいですよってことだと思う。めっちゃいい。じゃあ足届かんけど、お口には難しいわね。じゃあはおやつタイムです。すごい魅力的な公園です。遊具もいっぱいで超面白そう。これ私も入りたい。すごいねこれ。これいいよ。いくらなの？待って、いくらなの？お値段聞こう。すごい値段かもしれない。ベンちゃんは公園で楽しんでいますが、お姉ちゃんたちはあれに入りたいそうです。だけど1人10ユーロでかかるそうです。結構痛いっす。まあでもこんな時じゃないと入らないんで、今順番待ちしています。ねえ、えんちゃんは幸せそうです。トゥトゥー、着きましたか？じゃあ降りてください。すごい、これに入るの？カレンちゃん、最初カノンだよ。カノンが先なの？これすごい疲れそうだね。モルモットハムスターになれる。20ユーロ。無事にレシートも送れました。すごい、あっという間に膨らむですね。こんなに早いんだ。すごいすごい。わー、声聞こえんのかな。ね、そうだよね。不思議な感じですよね。ちょっと心配そう。めちゃもあっちで葵さんが遊んでくれてます。うわー、楽しそう。どんな感じなんだろう。あ、紐で引っ張られてる。次はカレンちゃんが入ります。これなんて言うんですかね。ハムスターみたいになってます。カレンちゃんも準備万端だ。大人気のアトラクション。これは面白いな。ハムスター状態になってます2人は。私も帰りたいぐらいだけど、1人10ユーロは結構きついですね。あっちには聞こえないですよね。こっちに行ってる。あ、こっちに来た。二人で来た来た。ハイハイしてる。楽しい？楽しい？疲れる？犬みたい。15分経つ前にみんな疲れてちょっとローテーションになっては休憩してます。カレンちゃん嬉しそうです。カレンちゃんもずっと動き回って幸せそうです。
振り返ってる。なかなかこの体験はできないね、確かに。終わりにする紐で引っ張られていきます。15分経って大満足だと思います。彼もまだだからおー、あ、こうやって出されるんだ。感想が聞きたいですね。お、一気に空気が抜けた。すごい。ママ暑くて、暑かった？痛くてすごく疲れた。いっぱい汗かいたね。面白かった。よかったね。でも今頭が痛い。そうだよね、あんなぐるぐる回ったらね。えんちゃんはずっとあそこで遊んでいます。わー、赤生まれたみたいな感じ。楽しかった。でも滑ってくれない。せっかくよね、これね。最高。最高、よかったね。Best sea balloon ever. Sea balloon ever. No, 初めて見たやん。Best water balloon ever. よかったね。そんなに喜んでくれたら価値がありましたよ、マモ。みんちゃんは最高です。もう大好きです。じゃあもう本当にこの公園は大きくて遊具がいっぱい、楽しい場所ですね。水遊びもできるし、なんか橋みたいなところも行けるし、ここずっと水遊びできる、最高なんで。そしてまたパトカーに見つけて一目散に駆け寄ってたえんちゃんです。お姉ちゃんたちはもう走って行っちゃって、どこにいるか分かりません。また用意してくれます。あ、さっき素手で撮ってたやつ、すごい。なんか処理もしないんですよね。もう全然洗うだけ。洗ってもまだ痛いんですよね。なんかだいぶだいぶ、どうかな、洗っただけで落ちるんですか。今水につけただけ、お湯につけたら全然平気になりましたけど、スープにして食べたんですよ。あ、スープにしますね。しますよね、こっちの人。あとパンに混ぜ込んで食べました。あ、私は、私はね、お茶に作ったの。アレルギーに効くんですよね、これ。あ、そう、まあ、これ鉄分がすごいから。私の友達の旦那さん、森に歩きながら、これ生で食べてる。生で食べたら口の中痛くないって言うんだけど。痛くないんですよ。だから家の花瓶に入れといてあげたら楽でいいじゃん。そのままパンダみたいにしましょう。君たちはアニメに夢中やね。どこ行ってもご飯食べよう。ここではフィンランド語ではノッコね。ノッコね、うん、ネトルですよね。ネトル、ネトル。よろしいでしょうか。いい顔ね。ありがとうございます。お別れなんだよ。えんちゃんもバイバイ。バイバイ、またね。バイバイ。あ、ほら、ほら、お前は、お前は。ありがとうございました。お気をつけて。はい、頑張ってください。頑張ります。もうちょっとで船に乗ります。子供の遊び場が乗り場の前にあって助かりました。船に乗って帰ります。これに乗りますよ。We dreamt of
ぽん。ねんねだよ。飲んなきゃダメですよ。寝る？寝寝しますか？寝寝する？ベッド行こっか。新しいパッドです。